俺なんか歌舞伎町でホステスやってた時にさ、うん、ホステス全然売れてなかったよまだ、うん、ほんで売れてなくてその時俺芸人しながらホステスやっててさ、うん、まだピン芸人で先駆け君っていうヤンキーネタをやって一人でやってる時にホステス始めたからピスタチオの前ね。そう、その時単発でさ金のラインがこうやってパーって入ってたのよ、うんうん、もうドヤヤンキーみたいな感じでヤンキーみたいなキャラクターで、うん、まあまあそのインパクトあるじゃん髪型的には、うんうん、でやってた時にさなんかそのお姉系のさお姉のちょっとお客さんが来まして、うん、来た時にそのさまだ売れてないと誰かその、うん、当時ナンバーワンツーぐらいのお客さんだったのかな、うん、で来た時にさ俺嵐っちゅの前に出てたんだけど、うん、ちょっと嵐ちょっとキャラ薄いわとか言って、うん、芸人なんでしょみたいな、うん、もっとキャラつけなきゃダメだわとか言って、うん、だいぶこのホストの人は金髪バー入ってるし、まあまあまあ、キャラあると思いますけどダメだわもうキャラ薄いもうそれでも通用しないとか言って、うん、私今度ちょっと一人もうすごいの紹介するから、うん、その人いろいろ教えてもらってもいいよとか言って言われて次に来た時にさそれ連れてきたのよああそのキャラクターが強いとされてる、ね、強いと連れてきたのよ、うんうん、その時なんか名前忘れちゃったけどなんかね秀郎さんの憧れとか秀美さんとかなんか多分そんなような感じの名前だったんだけ ど、うん、マジかと思ったんだけど、うん、そのキャラがちょっと顔はとりあえずもう化け物系だよその化粧がっつりしてなんだけどなんか服装とかもとりあえず全身青なのよ、うん、青のなんかジンベエというかなんかね着物みたいなやつをこうやって着てて帯も、うん、青で、うん、なんかセッタというかサンダルみたいなのも全部青なのよ、うん、で青で統一しててシャドウとかも全部青で、うん、何がすごいって頭にこうやって風車がついてるの頭に、風車ついててもうこれすごいの店内よ、うん、風吹いてない店内なのにくるくるずっと回ってるの自動で、すごいよやばくないくる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 ずっと回ってるのすごいねほんでキャラ薄いって言われてこうしなきゃって言った時に、うん、いやこれ2丁目売れるけどこれホストやって売れるよやばくないくるくるくるずっと回ってるの